私は一人のブルチネッラを知っています、と月が言いました。見物人はこの男の姿を見ると大声に囃し立てます。この男の動作は一つ一つが滑稽で、小屋中をわーわーと笑わせるのです。けれどもそれはわざと笑わせようとしているわけでなく、この男の生まれつきによるのです。この男は他の男の子たちと一緒に駆け回っていた小さい頃からもうブルチネッラでした。自然がこの男をそういう風に作っていたのです。つまり背中に一つと胸に一つコブを背負わされていたのです。ところが内面的なもの、精神的なものになると実に豊かな天分を与えられていました。誰一人この男のように深い感情と精神のしなやかな弾力性を持っているものはありませんでした。劇場がこの男の理想の世界でした。もしもすらりとした美しい姿をしていたなら、この男はどのような舞台に立っても一流の悲劇役者になっていたことでしょう。英雄的なもの、偉大なものがこの男の魂には満ち満ちていたのでした。でもそれにもかかわらずブルチネッラにならなければならなかったのです。苦痛や憂鬱さえもがこの男の深刻な顔に滑稽な生真面目さを加えて、お気に入りの役者に手を叩く大勢の見物人の笑いを引き起こすのです。美しいコロンビーナはこの男に対して優しく親切でした。でもアルレッキーノと結婚したいと思っていました。もしもこの美女と野獣とが結婚したとすれば、実際あまりにも滑稽なことになっていたでしょう。ブルチネッラがすっかり不機嫌になっている時でも、コロンビーナだけはこの男を微笑ませることのできる、いや大笑いをさせることのできるただ一人の人でした。最初のうちはコロンビーナもこの男と一緒に憂鬱になっていましたが、やがていくらか落ち着き、最後には冗談ばかりを言いました。私あんたに何が欠けているか知っているわ、とコロンビーナは言いました。それは恋愛なのよ。それを聞くとブルチネッラは笑い出さずにはいられませんでした。僕と恋愛だって、とこの男は叫びました。そいつはさぞかし愉快だろうな、見物人は夢中になって騒ぎ立てるだろうよ。そうよ、恋愛よ、とコロンビーナは続けて言いました。そしてふざけた情熱を込めて付け加えました。あんたが恋してるのはこの私よ。そうです、恋愛と関係のないことが分かっている時にはこんなことが言えるものなのです。するとブルチネッラは笑い転げて飛び上がりました。こうして憂鬱も吹っ飛んでしまいました。けれどもコロンビーナは真実のことを言ったのです。ブルチネッラはコロンビーナを愛していました。しかも芸術における崇高なもの、偉大なものを愛するのと同じようにコロンビーナを高く愛していたのです。コロンビーナの婚礼の日にはブ
になるとプルチネッラは泣きました。もしも見物人がその歪んだ顔を見たならば、手を叩いて喜んだことでしょう。ついこの間コロンビー流しにいました。葬式の日にはアルレッキーノは舞台に立たなくてもいいことになりました。この男は悲しみに打ち沈んだ男やもめなんですから。それで監督は、美しいコロンビーナと陽気なアルレッキーノが出なくても見物人を失望させないように、何か本当に愉快なものを上演しなければなりませんでした。そのためプルチネッラはいつもの2倍もおかしく振る舞わなければならなかったのです。プルチネッラは心に絶望を感じながらも踊ったり跳ねたりしました。そして拍手喝采を受けました。ブラボー、ブラビッシモ。プルチネッラは再び呼び出されました。ああ、プルチネッラは本当に計り知れない価値のある男でした。ゆうべ芝居が終わってから、この小さな化け物はただ一人街を出て、寂しい墓地の方へさまよっていきました。コロンビーナの墓の上の花輪はもうすっかりしおれていました。プルチネーラはそこに腰を下ろしました。そのありさまは絵になるものでした。手は顎の下に当て、目は私の方に向けていました。まるで一つの記念像のようでした。墓の上のプルチネーラ、それはまことに珍しい滑稽なものです。もしも見物人がこのお気に入りの役者を見たならば、きっと騒ぎ立てたことでしょう。